ふと闇の深さを感じてしまう画像を見ていきたいと思います。まずこちらですね、こちらシリですね。シリにお風呂に合う曲を流してとお願いしたところ、分かりましたということで、シリがねこちら歴史という曲をねかけてくれたそうで、もうこれはねシリが風呂で死ぬと言っているのか AI の反逆なのか、もうなぜかシリはお風呂でのねおすすめ曲に歴史を流してきたそうです。闇が深い。次はこちらですね、こちら Google の検索ですね。面接落ちたと検索したところ、もしかしてもしかしてもしかして不採用ということで、こちらねゴールデンボンバーのめめしくてですね、そのリズムで不採用と煽ってくるね Google ですね。こちらも AI の反逆かわかりませんが、まあ面接ね落ちたと言ったらもう不採用なんでね、もしかしなくても不採用でしょうこの人は。さらにこちらですね、こちらもね検索ですね、命もないのにと打ったところ、命もないのに殺し合うあるある探検隊ということで、まあ、こちら命もないのに殺し合うというのがですね、ゲームの CM でね使われた文章だそうで、それを検索しようとするとこちらですね、まあ、確かにリズム感はねあるある探検隊と同じなんですが、命もないのに殺し合うで、サジェストであるある探検隊だね出てくるそうです。これも非常に闇が深いですね、全然あるあるではないですね。次はこちらですね、こちら元 ZOZO タウンのね前澤さんですね。お金配りをねツイッターでやってるんですが、今日の抽選は本日正午時点でのフォロワー数が20人の方を対象に10名を抽選しますということで、毎日ね条件が変わってるんですかね、この日はフォロワー数が20人が条件だそうですね。これに対しリップランではこちらですね、させねえよフォロワー20人なんて全員フォローして防いでやるぜはははということで、こちらねフォロワー数20人という条件を絶対にね防ごうとする人ですね。もう誰にもお金を渡さない、そういう強い意志の現れるリプライですね。こちらお金が絡むとね、そこには闇が生まれるのかもしれません。次はこちらですね、こちら YouTube の文部科学省チャンネルですね。小学校低学年体育、体ほぐしの運動ということで、その一場面なんですがこちらですね、リズムを変えて性的な運動を取り入れますということで、こちらがね日本の義務教育、体育の様子ですね。リズムを変えて性的な運動を取り入れています。もうこちらはね闇が深いのか、それともね教育が進んでいるのかわかりませんが、文部科学省チャンネルすごいね闇を感じますね。次こちらですね、メルカリの出品ですね。激レア即発送、鬼滅の刃かまど炭治郎お尻マウスパッドですね。これは非常にね闇が深い商品ですね。値段的には1500円、優しい値段なんですが、商品自体がねすごく闇が深い。この商品どの層に狙いをつけているんでしょうか、女性狙いなんでしょうか、女性もこれ欲しがるんでしょうか、よくわかりませんが、パッと見ねすごく闇の深い商品が出品されています。かまど炭治郎お尻マウスパッドです。次はこちらですね、占い師のゲッターズ飯田ですねが志村健をね占っていますね。80歳まで運気めっちゃ上がりますということで、こちらはね今となっては闇が深い占いになってしまいました。さらにこちら85歳まで運気が絶好調と出てますということで、もう喋れば喋るほどねゲッターズ飯田の占い闇が深くなってしまっていますね。もう占いなんて当たらないんだ、そういうね闇が見えるゲッターズ飯田の占いです。次はこちらですね、テレビのね番組表ですね。地球ドラマチック戦世界豚物語、こちらね世界の豚の生態に迫る番組だそうで、ペットで飼われていたりトリュフハンターだったり害獣だったり、そういった世界5カ所の豚の日常を覗く番組だそうで、それが番組表に書かれているんですが、その次の番組はね今日の料理ということで、肉おかずセレクション豚肉レシピ、さらにその次の番組が今日の料理ビギナーズ豚の生姜焼き豚汁豚カツ豚バラ大根ということで、豚番組の後に料理番組でね豚のレシピ2連続ということで、これはちょっと闇の深い番組表ですね。まあ、豚の映像を見てね、もしかしたら豚が食べたくなるのかもしれないということで、その後にね豚料理の番組をあえて入れたのか、それともたまたま入っていたのかわかりませんが、世界の豚を覗いた後に豚料理のね番組を見ることができます。はい、闇が深くてもね明るくいきましょう。以上です。